の上に板を敷いて作業をしたね。手前にもあるんですよ。上の横2本はですね、あれ明あの江戸時代のものです。はい、下の方は明治で。それで、はい、ここにもこの丸太を突っ込んだ穴がありますね、右左。この上に丸太を突っ込んで板を敷いて作業をしたという。それとですね、2本の丸太の向こう、空間がありますね。明かりが明るくなってます。あれは昔の鉱脈の跡なんです。丸々鉱脈があった。よくよく分かりませんけどね、25メートルプールを横にしたぐらいの大きさがあるんですよ。それは全部鉱脈。これは福石場という鉱脈の塊、あの火山礫、火山灰に吸い込まれてできたという。割れ目だ、さっき質問がありましたね、割れ目のタイプだけで80トン取れましたが、こういう大きな鉱脈がないと取れないんですよ。で、この奥にこの福石場という鉱脈の塊があったところが7カ所あります、最大級のものは体育館ぐらいの大きさの、飛びました、歓迎してますということでね、福石場、こういう大きな鉱脈の塊がないととてもじゃないですか、80トンならないですよね。大きいですね、はい、すっごいど素人の